どうしたんだ。あの、キリトさんって今お時間ありますか。ああ、大丈夫だよ。何？はい、かくれんぼしたいねって話してたんですけど、二人じゃなかなか難しくて、パパも一緒にやりませんか。ああ、いいよ。俺もちょうど暇だったんだ。ピナも一緒にやるのか。私からそんなに離れなければ大丈夫だと思います。ピナさんもよろしくお願いします。それじゃあまずピナはシリカについていっちゃうだろうから、二人とも鬼はできないよな。あ、それは確かにそうですね。じゃあ俺がやろうか。あ、みんなは隠れていいよ。ありがとうございます。では鬼はキリトさんにお願いしますね。パパが鬼ですか。強そうです。すぐに全員見つけるぞ。私も負けませんよ。見つからないように頑張ろうね。はい、あと隠れる場所なんですけど、町の中ならどこでもいいでしょうか。ああ、それと屋内は禁止でどうだろう。わかりました。みんなが隠れている間、俺はここにいればいいかな。はい、キリトさんはここで目を閉じて銃を数えてください。その間に私とユイちゃんとピナは町のどこかに隠れますね。了解です。では始めましょうか。わかった。それじゃあ数えるぞ。一、二、ゆいちゃん隠れよ。はい。九、十。もういいかい。返事がない。みんな隠れたみたいだな。よし、探しに行くか。町の東側にはいなかったな。次はあっちを探してみるか。こっちにもいない。一体どこに隠れてるの。こんなに探してもいないなんて、まさか何かあったんじゃん。おい、ユイ、シリカ。まずい、本当にどこにも姿が。居場所か。さっきはあんなものどこにも。もしかしてユイ、シリカ。こんなところにいたのか。町を巡回してる荷馬車に隠れるなんて、まったくやられたよ。ほらユイ、シリカ、見つけたよ。見つかっちゃいましたね。やっと見つけたよ、二人とも。こんなところに隠れてたんだな。全然姿は見当たらないし、何度呼びかけても何の反応もないしで、ちょっと心配したよ。ごめんなさい、待ってるうちについうとうとしちゃって。そうですね、パパが降参したらここから飛び出して驚かせようって話をしてたんですけど。いや、いいんだ。俺も見つけるのに結構時間かかっちゃったしな。でもさすがパパですね。ちゃんと私たちのこと探し当ててくれて。確かにすごいです。絶対に見つからない場所だと思ってたのに。俺も二人のアイディアにはびっくりだよ。さ、そうこうしてたら結構もういい時間だな。そうですね、キリトさん、今日は遊んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。今度はママやリーファさんも入れてかくれんぼしましょうね。ああ、今度はもっとすぐに見つけてやるからな。